はい、皆さんこんにちは。3連休どんな風にお過ごしでしょうか。今日はすっごくビッグなニュースが入ってきました。皆さんも注目をしてらっしゃるスノー AI、 これのですねアップデートが来ました。バージョン3のアルファバージョンというのになりまして、とても機能アップしました。サムネイルにもありますように、どんなことが良くなったか、オーディオの品質がとっても良くなりました。まあ聞けば DTM をやってる人なら必ずわかるぐらいの差ができました。言えばですね、 DAW 付属の音源でちょっと気に入らないなとか、特にバイオリンの音とかですね、なんかチャッチーなとかいうような、そういう感覚って DTM をやってる方ならたくさんあると思うんですけれども、高額な数万円ぐらいのお金を出して買った音源のような差が感じられるということがあります。もう皆さんがぜひやっていただいてですね、試していただいたらすぐにわかるほどの差ができました。そしてですね、クリップの最大長が今までは1分20秒までだったんですけれども、それが曲によりですけれども2分に延長されましたので、どうしても長い曲というのがいるときはそのようにできますが、それがなくてもスノー AI ではコンティニューフロムディスクリップという機能を使いまして音楽をつなぐことはできます。そしてより高速なクリエイトというのは本当に早い感じです。今まで仮にですが40秒ぐらいかかってたイメージが僕にはあるんですが、それが20秒ぐらいになったぐらい、約半分ほどになったというイメージがあります。そして楽器に対しての音色というのがスタイルオブミュージックもしくはソングディスクリプションなどで指定をすると案外言うことを聞いてくれる、そんな感じがします。そして最後にどこからでも続行というのがですね、ちょっと今アップデートしたての状況ですので僕も掴みきれていません。そちらの方の情報が入ってきたらまた皆さんとも共有したいと思います。では早速やっていくんですが、皆さんこのカスタムモードというのでは歌詞を入れたりできるんですが、この普通のモードではソングディスクリプションというプロンプトを入れるんですね。今仮にこういうのが入っていますけれども、ちょっとこれ全部消しておきます。はい、これをどのようにすればいいか、もちろん一つ Google 翻訳とかで日本語でピアノ曲で優しいポップスでとかいうようなことを書いてですね、それを英語変換して貼り付ける、これも一つの方法です。でも今はチャット GPT とかいうのがありますから、僕は早速今日1日でですね、新しい DPTs を開発して皆さんに無料公開をいたします。どんなものかというと、今までもこのソングディスクリプションを作るソフトはあったんです。でもそれは歌詞を作るときに有効なプログラムにしていたんですが、今回ですね、なんとなんとインストゥルメント、このモードができたんです。専用の楽器サポートというのは実はこのことなんです。ちょっと日本語訳がおかしいからですけれども、ここでインストゥルメントかもしくはそうでないかというので、これをチェックを外すと歌詞を作って歌を歌おうとしますが、インストゥルメントモードにするとインスト曲が簡単にできるようになりました。これめちゃめちゃ嬉しいですね。今全世界ではローファイとかチルとか言いまして、いわゆるリラックス音楽とちょっと昔の懐かしいアナログ LP 版みたいな少し古めかしい音、そういうのが流行っています。そういうインスト曲を作るのにこのモードができたことはもってこいです。すぐにバンバン作れてですね、もう1分2分でですね、どん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 楽曲を作っていけるということです。ですから今日は話する前に僕が先ほどからテストで作ったですね音を聞いていただきましょう。例えばジャズでしたらこんな感じです。
はい、こんなものとか。めちゃめちゃローファイ感があっていいですよね。はい、今度はシティポップ風で作ったサンプルを聞いてください。はい、どうですか。 YouTube をお聞きの皆さんはどのぐらいまでこの高音質というのが伝わるか分かりませんけれども、僕の耳ではまずステレオ感が素晴らしい、そして音質が今まで高音などがちょっとギラギラした感じがしてもう一息だなというのがありましたけれども、これよりいい音をアマチュアのミュージシャンが簡単に作れるかというと、僕はなかなか難しいと言っても過言ではないほどだと感じています。皆さんもぜひ体験をしてみてください。じゃあ実際僕の GPTs を使えばどんな風に便利にできるかというのをやってみましょう。はい、その AI インストゥルメンタルソングプロンプトメーカーという風になります。これはより便利なようにジャズ曲とかシティポップとかギターソロのような曲とかいう風になっていまして、ちょっとそれらをやってみたいと思います。ですからこれに真似してここに書いていただくのもいいわけです。例えば優しい感じのポップスのプロンプトを作って、このようにここに打ち込んでもらってもいいです。でもまあ皆さん一度この4つのスターターのどれかを押して作ってみてください。やってみます。はい、このようにして 2,3 点の質問があります。今ジャズというのを押しましたから、その範囲の中でですね作りたい曲名というのを入れてみましょう。春の静けさというタイトルで優しいジャズと打ちました。使用楽器はピアノ中心にというふうにしましょう。こんな感じで質問に対して答えていただければいいと思います。ここで送信します。はい、僕のように英語の弱い人のために実際はこの上の黒いところのプロンプトをコピーするんですが、これ何書いてるかわからないという方も英語の弱い方はおられると思いますので、下には日本語訳というのを出るようにしています。タイトル春の静けさで、ジャンルはジャズフュージョン、雰囲気は優しい、使用楽器がピアノ中心、ローファイ要素を含めた心地よい雰囲気、こんな風に書いてくれています。そしてその後ろにおまけのようにスタイルオブミュージックというのもあります。ちょっと短いですよね。これはなぜかと言いますと、その AI で音楽を作りました。例えば1分の曲ができたとします。もうちょっと長いのを作るときは Continue from this clip でつないでいくことができます。その時にはプロンプトじゃなくってカスタムモードになるので、このスタイルオブミュージックというところに入れないといけません。それはちょっと上よりも文字数が少ないんです。上のプロンプトは英語にして200文字入ります。下のスタイルオブミュージックは最大で120文字ということになっていますので、上のものを短縮したものだ、そんな風に考えてくれればいいと思います。じゃあ早速この上側のプロンプトをコピーしましょう。コピーしましたらこのスノー AI のところに来ます。そして念を押しますが、ここはカスタムモードにはしないでください。そしてここに貼り付けてください。そうしますとここでインストゥルメントモード、これも必ずしてください。
ただし今日お話しするバージョン3アルファモード、これはですね、有料課金している人しか使えないです。有料課金している人は特に今回300ポイントのクレジットを皆さんに無料で配られています。これは有料の特典です。まあ僕はここまでスノー AI が進化したらもう課金してもいいんじゃないか、今まではあまり無理にもおすすめはしてきませんでしたが、もうこの音楽を作るというのは自分で音楽をいじくることが好きな人は別ですけれども、僕のように音楽を仕事にしてプレゼンとかを早くしないといけない人間、そして YouTube などをパワフルにやっている方でたくさんの音楽を発信したい、そんなような人はもう課金をされてもいいんじゃないか。中間のバージョンで月に2500クレジット使えるというサブスク、これが初めやる方には一番いいんじゃないかなと思われます。年払いで8ドルぐらいですので、年払いが不安だなと思う方は月払いの確か11ドルだったと思いますけれども、それでやるといいと思います。ここにサブスクリプションというボタンを押せば金額とかそういうのが分かるようになっています。これを月払いにすると10ドルでしたね、ごめんなさい、11ドルではなくって10ドルでした。このようにまずは月単位でお支払い、それもいいんではないかなと思います。ちょっと話は元に戻ります。はい、それではコンティニューを押します。はい、ここで付けられるタイトルは必ず言った通りになるんではなくてちょっと考えます。今僕はこの動画をショートカットはしませんでした。でもこの速さで作るようになりました。約30秒以内でしょうかね。とってもありがたいですね。じゃあこれで聞いてみましょう、どんなものができたか。はい、途中から入ってきたドラムにローファイ感がとってもよく出ていますね。そしてピアノ中心でやってくれました。次の曲を聴いてみましょう。素晴らしいですね。まあこれを聞いてもいや AI なんてと言われる方も、そこで言ってるのが僕の方にもなんとなく聞こえてくるという、そんなシーンが思い浮かぶんですけれども、もうそういうのを言うのはやめましょうよ。皆さんも多分スマホを持ってらっしゃると思います。インフラのように音楽は変わってきましたし、まずこの動画を見てくれているということはスマホもしくはパソコンというものを持っている、やはり時代の波についてこられた皆さんです。ですからこの AI の進化というのはもう止まりません。ですから対抗するんでなくってうまく取り込んでいく、僕なんかはそれがとってもうまく作用してですね、充実した日々を送っています。じゃあ今度はギターソロ曲のような感じ、これでやってみましょう。ジャンルはクラシック、静けさの中というタイトルにします。優しいギターソロ、これで送ってみましょう。
途中ですがコピーコードをします。はい、これでコンティニュー。この速度たまりませんね。嬉しいというかですね、制作スピードが一気に上がります。じゃあ聞いてみましょう。はい、圧巻の演奏ですね。何が圧巻か、細かいこと言えば、まあ音質が好きだとか嫌いだとかはあると思いますが、この溜めた演奏、ヒューマナイズドというかですね、一定の決まりきったいわゆる AI 的な音楽というのを僕は超えたんじゃないかな。これを素直にすごいと言えない。まあそこまで音楽の何かにですね、こだわることってないんではないかな。僕はそんな風に今日は感じました。皆さん、僕の今回作ったインスト曲を作るための便利な GPTs、これを皆さんに使っていただきたく思います。無料ですから概要欄の方から飛んでみてください。そして新しくなったスノー AI バージョン3のアルファバージョンですけれども、アルファということは正式版が次には絶対出てくるわけです。ということはこれ以上にもうなることが目に見えてるということですよね。こんな便利なツールを使わない手がありません。月にたった1000円台です。皆さんも取り組んでみる検討をしてもいいんじゃないかなと思いました。今日はご視聴ありがとうございました。またねー。